違うのかな。あ、違うか。だが自業自得だ。俺のミスで逃がした。そう。あなたのミスだわ。でもだからって見殺しにはしない。お前は無事なのか。そう、プログラムされてるのよ。こんなことになるなんて。もう真相じゃん、メーター。あの子の組織サンプルが入ってる。あの子を見つけて終わらせるんだ。あ、これエイブリンか。さあ、エイブリン、どこにいるの？ なんか、めちゃくちゃアサルトライフルみたいなの持ってない？あ、SMGか。え？勝ったな。これあれじゃん、水鉄砲じゃん。ほう。適正組織によるエブリン奪取の可能性を。ほうほうほう。あー、特殊部隊的なやつだったのか、ミアは。にしても片手の一発の攻撃強すぎだろ。 なるほどね。そういう感じだったのか。俺は間引いてやろうか、じゃあ。そんなに辛いなら。なるほど。こういう意味が分かった。で、あれか。で、移送中だったと。近いわね。10、9、8、7、6。8、9、あ、遠ざかりましたよ。 なんかいろいろ拾っとこう今のうち。何これ？え、こんな使えるもんとかあんの？ここじゃね？ すごい広い船だな。うわ、絶対ここら辺じゃん。この部屋でしょ。めっちゃマシンガンの弾そこら中にあるやん。そこでも行けないっぽいね。もっとこっち行かなきゃダメだ。 一周したんじゃないか。もう死んでたりして。まだ生きてんな。まずはこのフロアを探さなければ。8、7、8。この辺で近づいて。え？こんなとこいねえだろ。この壁の裏だろ。いんの。 8、9、11。あ、もっと近づくところ。こうとかなんで入らせてくんねえんだろう。もうちょっと、あ、なんか隠してありますね、ここに。あ、なんだよ。 あんじゃねえか。うわ、気持ち悪い。何これ。過剰代謝してる。うわ、気持ち悪い。リセットしなきゃ。そっちはどうだ。代謝してる。体の質量以上に吐いてるわ。やば。それはまずいな。このままじゃ奴の不細工な友達が増えちまう。 いいか、取り返しがつかなくなる前に早くエブリンを見つけろ。分かってるわ。ってことはもういいんだろう。あ、いるね。なんか音したね、今ガーンって。
で、こっちアキレウスね。はい。あ、いらっしゃるね。わかるか、これが弾の暴力ってさ。まだ生きてるか。まあ大丈夫か。あ、いるね。何階ですか。地下2階 S2 ってなんだ。あ、屋上？ん？まあいいや、これ来るだろ。ちょちょちょ、早く入って。あ、ああそういう感じか。頭も潰さず、ただ暴力で殺す。どこだ、エンジンルームがどうのこうの、さっきの話出てきたからな。おっ、あー結構来るね。これ特殊部隊だから鍛えてっからよ。で引いて、あー結構足速いね、小走りさん。ハーブあんじゃん。あ、連携できないのか。薬液がないとダメなんだ。リモコン爆弾？なんでそんなもんがあんの？あ、いるね。かわいそうな敵なんか。なんか持ってねえが使えるもんなさそうだな。リモコン爆弾とかどうすんのこれ。まさかの、まさかリモコン爆弾。はい。アラン。は？多分この扉の向こうにいるわ。でも鍵が開かないの。鍵を溶かすのはどうだ。今いるのは最下層だろう。荷物を調べろ。頭いいな。有能な上司がいるな。じゃあこういう死体とかあさりゃなんかあるんじゃない。今はなんかいる。いない。なんか持ってねえか。てか普通にさ、リモコン爆弾でぶっ壊しちゃうくね。そういう野蛮な考えはダメかな。あ、普通にここ行けんのね。薬液でハーブ作って、いや、ハーブ作るじゃないよ、回復薬作って、ここ、こうだ。あ、なんかあんじゃん、金属。いや、いいとこにあるね、金属溶解液。なんであんの。これだろ。なんか運いいな。え、
いや、いかんシリーズ。あ、開けられんのか。ねえ、怒ってる？ママ。違うの、エブリー。怒ってなんかいないわ。待って、今なんて言ったの？もう研究所なんかに住みたくない。お家が欲しいの。だから私のママになる。ママか。わかったわ、エブリー。あなたのママになるから、今は一緒に戻りましょう。いいわね。ほら。それ言っちゃったから。てか、いなくね？あ、近いな。ここじゃねえの。いないね。どこなの、エブリー。これもうここにいないんじゃね。あ、いるじゃん。お前バカに、バカにしとんのか、ほんとに。大人をからかいよって。ええ、でも逃げられた。あの子の友達が増えてる。そこら中にうようよいるの。言った通りだ。大丈夫なの？今お前はエブリンに集中しろ。おい、もうもてあそぶね、君。次は3回ね。3階ね、3階だ、3階。はい、ただいま館内の緊急保安システムが作動しました。ミヤパワー。ここは2階か。で、階段でもう1個上がりましょうと。ああ、もうここ一面サウナみたいになってる。あいつ生きてんのか。あ、いない。エブリンが上で待ってる。ああ、アラン、アランどこ行ったの？階段で上に行く方法を探さなきゃいけないのか。あ、でこれだ。こういうとこに使ってきゃいいんだ。あー、それか。違うね、欲しいの。この階だったよな、金属溶解器。あ、いるね、近いとこ。うねうねしてる。ミン買ったことにしよう。ここ、ああ、いるね。でもここ使えないからちょっとしばらく無視するわ。申し訳ねえ。あ、でもこれ立たなきゃいけねえのかな。はい。うわー、めっちゃいるやん。はい。ああ、来てください。誰がそこ閉めろって言ったんだよ。いや、来てください、こっち。開けるんで、ちょっと、閉めないでもらっていいですか。あれ、来ていただけると、パッカ誰が手伸ばす言うたん。あ、来てくださいよ。そんなとこにいない。もう、な、おい、どうすんだよ、これ。あ、拾えるわ。ちょ、もう。開けてくださいよ、ちょっと話しよう。もうなんだよこいつ。はい、ほう。あ、まだ生きてらっしゃる方。
にね。あ、ある。こっちか。もう弾がねえぞ。あ、あ、びっくりした。ここだ。こちら。エブリン、もうやめにしよう。あ、これさっきの部屋じゃん。この先ね。あ、あ、こいつあれじゃん。もうやべえよってやつだ。ちょ、なんかやばそうだからこれ持っとくわ。よ、大丈夫か。どうやってここに来たの。エブリンは。あの子暴走してる。今すぐ処置しないと取り返しがつかなくなるわ。どの道俺はもうすぐ死ぬ。やめて、そんなこと言わないで。絶対死ぬやん。やつはお前を信用してる。あのクソガキ俺のことは全然。待て、エブリン違うんだ。エブリン、あら、聞いて。そんな風に呼ぶつもりは。あの子はあなたを支配しようとしてるのよ。気をしっかり持って。あら、あー、これダメなやつだ。あー、あー、エブリン、やめて。今すぐやめるのよ。俺にされた。ちょっとたまにおかしくなるのか。ああ、そういうことか。めっちゃリモコン爆弾持ってる。これ何？あ、これで、これか。ビデオレターでこれを送るのがイーさんに。そういうことだろう。はいはいはい。あー、つながるね、ここで。いいさ、あなたに私嘘をついた。ごめんなさい。このメッセージをもし見てるなら、私を探さないで。私のこと全て忘れて。じゃあ元気でね。ああ、そういうことか。そうなるのね。うお、これからはずっと一緒だよ。やべえやつじゃん。お、急なムービー。うわ、めっちゃ降ってくるやん。してる。